こんばんは。こんばんは。テロップを書きたいので、ちょっと待ってくださいね。コンサート、こんばんは。こんばんは。いや、昨日は昼、お昼は夏のコンサートで、夜は葵さんの卒業コンサートありがとうございました。すごい、準備する期間の時はすごい、あ、まだあと1週間とか2週間とかあるなと思っていたんですけど、もうあっという間に来ちゃって、もうびっくりしてます。でも、もうなんかもう終わっちゃったのって思うくらい、なんかいろんなことが起こって実感がね、まだあんまりないんですけど、何から話そうかな話したいことが多すぎて。こんばんは。ね、びっくり。じゃあコンサートの感想会お願いします。コンサートの感想会、じゃあまずはお昼のコンサートかお話ししますね。お昼は1曲目からハワイへ行こうで客席にね行ったんですけど、練り歩きみたいな感じで客席に行ったんですけど、初めて練り歩きっていうものを多分コンサートで経験して、そのコンサート1曲目のハワイへ行こうのイントロが鳴るまで、もう誰も、お客さん来てくれた方々はもう来るなんて分かってないって感じだったので、いきなり横から現れたのでみんなびっくりしててそれで歩いていた時にみんながすごい笑顔で手振ってくださってて、すごい嬉しくなりました。なんかずっとやってみたくてコンサートで初めてね、こうやって皆さんと近い距離に行けるようなことを経験して、そう、すごい嬉しかったですもう一回またねできたらいいなって思うんですけど、そう、1階席2階席3階席全部の階にメンバーが行って楽しかったです。幸せでしたしかも2番の春休みにアルバイトして貯金も全部下ろしてしまったはカメラで抜いていただけるパートだったので自分でどうやってカメラに映ろうかなって考えて、そうなんですよ。だからね、すごい楽しかったです。わあ。そして2曲目は夏の前で、この曲もねずっとやってみたくって、そう、嬉しかったです。だから夏の前、そうだ、思い返してみれば1曲目のハワイ行こうで本当にハワイが当たっちゃう企画があったじゃないですか。あれもすごい、なんか普通に一人のファンとして客席からちょっと経験してみたいなって思いました。本当に当たっちゃうんだと思って、すごい、本当にハワイアンズ旅行かが当たってね、よかったしかもペアだったからね、いいですね、2人ってハワイアンズに行けるなんて、はあ、ね。そして3曲目は早送りカレンダーで
ね、踊ってそして、MC があってそして私はクラクションに初めてじゃない一回イベントでクラクションは行ったことがあるんですけど初めてコンサートでクラクションをやってしかも本当に大好きなまるちゃんのポジションで踊ったんですあと衣装もまるちゃんでした嬉しくてそう当日会場にまるちゃんがいらっしゃっててそれで終演後にお会いできたんですけどその時になんかまるちゃんもなんか嬉しかったって言ってくださってそう嬉しかったです本当になんかご本人の前でご本人のパートをやったり衣装を着れたりするのって本当に幸せなことだったので本当に嬉しかったですまるちゃんがいっぱい褒めてくださってなんかロックだよの時に初めて煽りをしたんですけどそれも頑張ったねよかったよって言ってくださったりパフォーマンスも良かったよって言ってくださったりもう本当に嬉しかったですまるちゃんに会えただけでもすごい嬉しかったのにたくさん褒めてくださって本当に嬉しかったですそう会えるなんてねって感じでしたクラクションあとはねそうこの前お芋さんとコラボ配信をした時にお芋さんと一緒の新名じゃないですけどそういうパートがあるっていう話をしたんですけどその答え合わせがクラクションでできたんですけどお気づきになりましたかあれなんて言うんだろう D メロ月明かりいつもののところなんですけどそこをあなたは何度も懲りないのねをお芋さんと新芽でやりました楽しかった嬉しかったですあそこのパートの振りが難しくてそうたくさんお芋さんに分からないとこを教えていただいたので嬉しかったですそうだ思い出したハワイへ行こうの登場する入り口がお芋さんと一緒だったんですけどすごい私緊張しちゃってお芋さんの手を握ってましためっちゃ緊張してました本当に初めて客席に行くからもうなんか頭真っ白になっちゃってハワイへ行こうの歌詞もやばい最初から忘れちゃったってなりそうなくらい本当に緊張しててなのでそう本当に緊張してましたでもねいざ本番で皆さんの前に行ったらもう緊張が解けて楽しく歌えましたそれがね嬉しかったですみんなの驚いてる表情をなんか見るのもなんかそれもなんか嬉しかったじゃないですけどなんか新鮮で楽しかったです表情を見るのもなんか結構四方八方にメンバーが散らばったのでもうなんかみんないろんなとこをキュロキュロしてて可愛かったです皆さんねそしてクラクションがあってまるちゃんにも会えてねすごい嬉しかったですねオレンジ色のでその次は波音のオルゴールを歌いました初めてコンサートでこうやって歌で勝負する楽曲をパフォーマンスさせていただいて本当に最初すっごい私で大丈夫なのかなってすごい緊張しちゃってもうすごい本当に全部緊張してるレベルに緊張してたんですけど特に波音のオルゴールが1、2番を争うくらい緊張してて練習の時に本当に悔しいなって思うくらいなんか思ってるように歌えなくてすごい悔しくてその時に一緒の歌唱メンバーだったねねさんとモカさんとあとゆえるさんがすごいなんかあざわちゃんが
上手だから大丈夫だよみたいな、声質が一番合ってるし全然下手じゃないよってすっごい言ってくださって、なんか本当にその時練習の時あーダメだってなっちゃってたんですけど、それを奮い立たせてくれくださいました。先輩方が本当に優しくて本当に緊張しました。で、一番特に緊張したのが落ちサビのミス波音は恋のオルゴール素敵な真夏のメドリーっていうすごい大事なパートを任せていただいたんですけど、そのパートが終わった後にモカさんがすごい笑顔で目を合わせてくださったり、あとねねさんがなんか背中トントンとしてくださったり、ゆうりさんもニコってしてくださったり、もう本当に皆さん優しすぎてすごいなんか嬉しかったです。嬉しかった本当になんか幸せだなって思いました。こんなに周りに素敵な先輩がいてくださって本当に幸せだなって思いましたね。あ、ヘネシアさんタワーありがとうございます。ありがとうございます。そう、本当に練習の時はね、アキさんが練習を見てくださったんですけど、すごいなんか具体的なアドバイス、アキさんの本当に歌がすごい上手なので、すごいなんか身に染みるというかアドバイスがすごいジーンときて、なんかそれでもうーってなっちゃったんですけど、アキさんもたくさん励ましてくださって、自信持って全然大丈夫だよってたくさん言ってくださって本当に優しいし、なんかそれで自信を持てたっていうのもあるんですけど、本当に優しかったです。なのでこれはね、素敵な楽曲、素敵なパフォーマンスになったんじゃないかなって思います。嬉しかったです。そしてその次は3-2、 3-2 だ。そう、波音のオルゴールが終わってからの 3-2 の早替え、早着替えがもっとてつもなく短くて、もう私前回のコンサートで 3-2 からブルーベリーパイの早着替えに一回失敗したことがあって、それでちょうど歌割りの時に出てこれたからよかったんですけど、それが結構トラウマで早替えの時なんか焦っちゃって、スカート自分で持ってるのにスカートないってなっちゃったり本当に焦っちゃうタイプだったので本当に心配だったんですけど、当日はその衣装さんもすごいなんか協力してくださって、一緒にすごい手伝ってくださって、大丈夫大丈夫落ち着いていけるよいけるよってってくださって、ちゃんと早替えに成功して3-2に出演できました。それが嬉しかったです。で、3-2はこれもまた新芽の話になっちゃうんですけど、葵さんと隣になることが多い楽曲だったので、なんかすごいジーンときちゃって、葵さんと3-2するのも今日が最後かもしれないなって思うとなんか悲しくなっちゃって、途中で一緒の方向、お互いの方向を向く振りがあるんですけど、もうそこでなんかちょっと泣きそうになっちゃうくらい、なんか葵さんと一緒に 3-2 に出れてるのがすごい嬉しくて、そうなんですよ。だからもうすごい感傷に浸れた、感傷に浸れたっていうのかな、なんかすごい思い出深い曲になりました。すごい嬉しかったです。葵さんと隣ですごい嬉しかったですね。今回結構早着替えが多くてありがたいことに、たくさんの曲に出演させていただけたので、その分早着替えがたくさんあって、でも今回は本当に奇跡的に早着替えが間に合って、もう本当に衣装さんのおかげなんですけど、それがねすごく嬉しかったです。
そう、あのあとサイクニの話に戻るんですけど、あのリハーサルの時にあのサイさんとエミリーさんがサイクニの振りをあの細かく教えてくださって、なんかゾワちゃんあとこうやってやったらもうちょっと上手くなるよって教えてくださって、結構あのリハの時間って結構なんだろう、カツカツっていうか、結構そんなにゆったりした時間じゃないんで、ないので絶対大変、セミリーさんも大変だったと思うんですけど、なんかその時間を割いてまでわざわざ教えてくださって、もう本当に温かみを感じました。そうなんですよ、嬉しかったです。なんか本当に波音のオルゴールでもそうなんですけど、本当に周りにすごい心強くて優しい先輩が多くて、今回はいつもそうなんですけどリハ期間たくさん先輩に支えていただきました。本当に、あ、MJ 純也さん、くまさんありがとうございます。くま、すごい、これなんだ、ハート、ハート、ゆずぴさん、大きいハートありがとうございます、ありがとうございます。本当にパフォーマンス良すぎて周りの方々もドラちゃんすごい良かったって言ってた。本当ですか、嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい。特に3引く2とか結構振りがなんだろう、結構ハードな曲は振りが目立つ分本当に細かい動きが遅れちゃったり間違ってたらすっごい目立っちゃうと思ったので、たくさん練習したので本当にそう言っていただけて嬉しいです、ありがとうございます、嬉しいな。でその後は君とどこかへ行きたいに出演させていただきました。初めて今までずっと水穂選抜だったので、水穂選抜の振りしかやったことがなかったので、今回初めて伊吹さんとペアでツバメ選抜をの振りをしました。嬉しかったですね。君とどこか、そう、この時も結構君の子ってペアでするダンスが多いじゃないですか、だから動線、動きの動線か、動線が難しくて、で初めてカゴじゃなくてもいいじゃん、ツバメ選抜だったので、一緒にいぶきさんともう練習に付き合ってくださって一緒に確認をしました。優しかったです。なのでね、たくさん助けられました、いぶきさんにも。しかも衣装も夏美さん、松岡夏美さんの衣装でした。嬉しかったです。でもね、嬉しくて、でその後は6期生だけでの B さんはなぜなくなるかのなくB さんはなぜなくなるのかのマイクを持たなくて、このなんだろう、こっちのマイクでやる B さんを披露しました。初めてでした、それも。だから結構そう、本当は最初マイク、ハンドマイクバージョンだったんですけど、やっぱりマイクなしでもできるってなってマイクなしになって、そう、結構難しくて、6期生も私もすごい苦戦してたんですけど、やっと、あ、ヘッドセットが、ヘッドセットでね、できました。衣装も可愛くて、あれも初めて着る衣装でした、可愛かった、それも嬉しかったです。そう、 B さんはなぜなくなるのかもいぶきさんポジでした、嬉しかった。そういえば最近水泳のイベントだったりスパークのイベントだったりで B さんはなぜなくなるのかを披露させていただいたんですけど、水泳の時は花さんポジで、スパークの時は
葵さんポジで、今回昨日は伊吹さんポジで、すごい全部ポジションが違って、なのでなんかわやばいやばい、私なんかごっちゃにならないようにしなきゃと思って、本当に水泳が終わったら一回頭をもう全部パーにして、葵さんポジを覚えて、葵さんポジのイベントが終わったらもうパッと葵さんポジを頭から消して、待ってて、葵さんポジがスパークだったから、あ、いぶきさんポジに切り替えてっていうのを頑張りました頑張りましたね。でもね、すごい嬉しかったです。いろんなポジをできるようになったのがすごいなんか達成感を抱えられて、すごい嬉しかったです。あ、ゆうすきーさん、くまさん、ありがとうございます。ありがとうございますですね、 B さんは。そしてその後、そうそうだ、 B さんはなぜ亡くなるのかから、あの謎解きメドレーっていうのが始まって、 B さんから6曲続く曲の中に謎が隠れてて、その謎を解読せよみたいな感じだったんですけど、あの私この謎がリハ期間中も全く分かんなくて、あの他のメンバーも結構え全然分からないって言ってるくらい全然分かんなかったんですよ。で答えを初めて聞いたのが本番の2日前とかだったんですけど、その時にしりとりらしいよって聞いて、えってびっくりしました。なんか意外と思ってたよりも単純すぎて全然分からなかったです。 B さんはなぜ亡くなるのか、カメレオン女子高生、いいし、しからしか、仮想恋愛、今が一番、しかもちゃんとうんで終わるっていう、全然気づかなかった。そしてグッチのコナンがすっごい可愛かったです。博多の夏はミステリー可愛かった。セリフを覚えるのにすっごい頑張ってて美味しかったです。本当にグッチは頑張り屋さんでね、今回も急遽選抜のポジションを覚えることになって、本当に短期間であれだけの曲を覚えると本当にできないので、本当にすごいなって思いました。もうずっと多分練習してたんだろうなって、リハの時点でもう完璧だったので本当にすごかったです。本当に頑張り屋さんですってね。そして仮想恋愛はドラフト2期生さんと3期生さんのバックダンサーでついて実はあの振りの中にミニスカートの妖精の振りが隠れてるんですけどアウトロのなんか仮想恋愛の時に実はミニスカートの妖精の振りをしてました、ね、しかも仮想恋愛をコンサートで聴けたのがすごい嬉しかったね。セットリストに入ってたのがすっごい嬉しくて、なんか勝手にエモさを感じてました。嬉しかった。そしてその後は今が一番で、今が一番もこの前の11周年コンサートかなの時に披露させていただいて、そして今回は全員でっていうことだったので、で今が一番辛い、今が一番もすっごい大好きな歌で、なんか今頑張らなきゃいけない時期だってなった時はよく聴いてたのですごい嬉しかったです。この曲もセットリストに入っててね。そしてその後は MC 挟んで季節のせいにしたくはないでした。私本当にずっとやってみたくって、季節を、なので資料が送られてきた時、なんかポジション表っていうのがあるんですけど、それに私の名前が書いててすっごい嬉しくって、どんぐらいよく、なんかもう好きすぎて、なんかダンスもずっと見てたからすぐ体に入って披露できて嬉しかった。富吉さんポジで嬉しかったです。季節のせいに
わないけど抱き合った台数も減ってしまった必要なかった。結構季節も振りが難しくて結構苦戦してたんですけど、花さんが教えてくださって優しく嬉しかったです。本当にもう本当に何回も言うんですけど、このリハ期間中、このコンサートもどのコンサートでもそうなんですけど、先輩方にたくさん助けていただきました。衣装もね、なんか嬉しかったです。なんか今回も初めて着る衣装をたくさん着れてすごく光栄に思ってなんか幸せでした。夢だったのかなっていうくらい幸せでした。嬉しかった、本当に。して季節の後はグニャッタマが、そうだ、これは私は出演してないんですけど、あのサエミリーさんのグニャッタを見れて嬉しかったです。あのなんかすごい今日あのって言っちゃうYouTube でよくグニャッタのミュージックビデオ見てたりするので、多分 YouTube を開いたらあのおすすめ欄とかもう一度再生しますかみたいな曲が出てくるじゃないですか。あれにグニャッタがいつも出てくるくらいグニャッタ聴いていたので嬉しかったです。見れて衣装もね素敵でした。夏らしくて感慨深いです。そして希望の海流を披露しました。あのこれはセンターをいただけて、センターで希望の海流をパフォーマンスさせていただきました。嬉しかった、本当に嬉しいな。悲しみの中に手紙入れて流した、希望の海流嬉しかった、ね、ありがとうございます。すごく嬉しくてね、涙あふれて、すごく素敵な歌で、なんか夏らしさも感じるんですけど、なんだろう、なんか難しいな、なんかメロディーとか歌詞とかがなんかすごい素敵で綺麗で、いつかいやできたらいいなと思っていた曲で、しかもその曲をセンターで披露させていただけて嬉しかったです。なんかななかちゃんがあのリハーサルが終わった後に、なんかあの曲すっごいザワチに合ってたって言ってくださって、なんかすごい似合ってたよって言ってくれて、それで自信もついたし、その曲がもっとなんか練習を重ねていくうちに希望の海流がすごいまた一段と好きになったし嬉しかったです。本当にありがたいことに前の方でパフォーマンスさせていただけて本当にありがたかったです。ちょっと本当にありがたい。今あのセットリスト確認しようと思ってスマートフォン開いたんですけど、今小田さんから昇格おめでとうっていうメールが来ました。あ、優しい、うん、優しい。そう、あのさっきっていうか今日のいつだ時間帯、今日も花さんからおめでとうっていうメールが届いて、優しい、なんかもうそのメールを見て泣いちゃって、優しい、はあ、素敵な先輩すぎて、優しい。ちょっと配信が終わったらすぐに返信をします。嬉しい、とっても優しい、
優しい、すごい小田さんのメッセージもなんかじんときちゃう、優しい、どうしよう、優しい、よしちょっとじゃあ今希望の回路が終わって、次は突然ドゥラブミー、突然ドゥラブミーは今回は初めて感想落ちサビの後にダンス、創作ダンスっていうのかなをグループごとに決めて披露したんですけど、私たちのグループは葵さんが振り付けしてくださって、そう、そのダンスを踊りましたなんかチームによって個性が溢れてて素敵でした。とってもね、あ、そう、ドゥラブの落ちサビのドゥラミ、突然ごめんね、この想い伝えさせてやりんだってのところが振りがなくて、なのでいつもリハーサルの時エミリーさんに一緒にハートを作ってたんですけど、本番でもハートを作れて嬉しかったです嬉しかった。そしてドゥラブの後はあれ？待って、これセットリストちょっと待ってください、これは違うセットリストだったかもしれない、ちょっと待ってくださいね、先にさくらんぼあれよちょっと待ってくださいね、さくらんぼ、あ、そうだ、ドゥラブの後に最高会話か、最高会話があって、私最高会話の時の花さんの煽りに鳥肌が立ちました、すごすぎて、ああやって煽りするのが本当に憧れで、なんかすごい、なんか素晴らしい姿を、姿、素晴らしいなんか煽りを見せていただけて嬉しかったです。本当にすごい盛り上がりも尋常じゃなくってね、やっぱりすごいなって思いました、花さんの煽りすごい、本当になんかすごい全力になったので本当に鳥肌が立ちました。しかもフルだったのでね、会場もすごく盛り上がってくださって嬉しかったですね。して待ってね、ちょっと桜の先にさくらんぼか、さくらんぼをコンサートでパフォーマンスするのが初めてだったのでとても嬉しかったです。真面目すぎる人ね、本ばっかり読んで一緒にいてもなんか退屈しそう、だから私からちょっとちょっかい出したくなるね、嬉しかった。そしてロックだよで初めて煽りをして、もうすごいタイミングが難しいのでたくさん練習してたんですけど、本番ちょっとうまくできなくて悔しかったです。終演後にあかりちゃんにもお会いできたんですけど、あかりちゃんがなんか煽りを褒めてくださって嬉しかったです。難しいよねって、ってくださって、そう、ロックだよのアウリの昔過去の動画を見てたの、あかりさんの参考にしたりしてたので嬉しかったですね、あかりちゃん。そして最後にメロンジュースでした。それでこのメロンジュースの前になんか秋のライブ、秋のライブの日時が発表されて、ゼップだったり、あとひろなさんの卒業コンサート、卒業ライブだったり、たくさん、本当にたくさん発表されて、あと12周年の劇場で開催する12
11周年公演もう日時も発表されて、もうびっくりびっくりびっくりって感じだったんですけど、そのとライブの発表があった次の後にロッキー研究生からなんか昇格発表がありますっていうのが発表されて、でなんかその昇格します、昇格発表がありますっていうのを聞いた時になんか頭が真っ白になっちゃって、なんかどこ見ていいのか分かんなくなっちゃって、なんかどうしようってなってずっとなんかずっとなんか手がなんかずっなんか急に冷たくなって汗かいてたから絶対に熱いはずなんですけど、なんかその言葉聞いた瞬間手が冷たくなっちゃって、でどうしようっていう気持ちになっちゃったんですけど、最初に伊沢美優って名前が呼ばれて、なんかその言葉が信じられなくて、なんかもう言葉伊沢美優っていう言葉を聞いた瞬間から涙が止まらなくて、もうずっと頭が真っ白になってました。その後に伊沢美優って呼ばれて、配信でも映ってたんですけど頭めっちゃ下げちゃってて、ねねさんが背中ポンポンってしてくださって、真ん中に行く時にいろいろ先輩がなんかおめでとうって声をかけてくださったり、隣でずっとおめでとうって言ってくださっていたので、なんか本当に嬉しくて、でも信じられなくて、なんかまだ正直実感が湧いてなくて、そのくらい衝撃的すぎて本当にびっくりして、その後どうですかっていうコメント、どうですかってコメント求められたんですけど、全然本当に信じられないくらい言葉が出てこなくて言葉が出てこなくて、とりあえず嬉しいっていう気持ちと、でも正直少し不安だっていう気持ちもあり、なので K4 の皆さんと肩を並べられるように努力しますっていうようなことを言ったんですけど、もうなんか時の記憶がないくらい、もう本当にびっくりしすぎちゃって、そのくらいびっくりしました。でも名前が呼ばれた時に客席からおめでとうとかみゆちゃんっていう歓声が聞こえてきたのが嬉しくて、でも本当に昇格できたのがすごい嬉しくて、ずっと研究生っていう研究生でいつどうやったら昇格できるかなって考えながら、でもとりあえず研究生のうちは元気いっぱいフレッシュに頑張ろうって思ってたから嬉しくて、すごいそう嬉しくてどうしよう、本当にびっくりしすぎて言葉が出てこないです。まだ1日経ったんですけど、ね、まさかあそこで昇格できるっていうのはびっくりして、もその後ツイッターとかでたくさんおめでとうっていうのを皆さんから言っていただけたりして、初めて私昇格したんだっていうのを少し実感しました。そしてサマステ8月11日に開催されるサマステに追加メンバーとしてグッチと出演させていただけるようになって、それもすごい嬉しくて、でもなんか信じられなくて、まだ
今までイベントも研究生の伊沢美優として出演させていただけてたので、なんかチーム K4 の伊沢美優って なるのが信じられなくて、本当にどうしようって思っちゃいました。頑張らなきゃいけないけどどうしようってなっちゃってどうしよう。でもすごい本当に、あの多分コンサートでも言ったんですけど、昇格を目標にいろいろパフォーマンスとか MC とかいろいろ努力できる部分は頑張ってきたので嬉しかったです。すごく初めてチーム K4 さんとして出演できる公演でも出てますっけ、多分出てますっけ、出てない買ったら初めてあのチーム K4 として出演させていただけるイベントはサマステなのでドキドキでいっぱいです。あーでも本当に嬉しいです。あの花さんがお昼公演が終わった後におめでとうって言いに来てくださって、ギュッてしてくださって、なんかすごい嬉しくて、なんか花も嬉しいって言ってくださって、なんかすごい嬉しかったです。なんか自分のことのようによる、なんか嬉しいって言ってくださったり喜んでくださって、なんかそんな温かくて優しい人がキャプテンのところで活動できるのが本当に幸せで心強くて嬉しかったです、本当に。なのでちょっと花さんにちょっと迷惑をかけないように一生懸命頑張りますね。グッチも一緒に K4 として昇格させていただいたので、支え合いながらじゃないですけどお互いに頑張りたいと思いますわあどうしよう、信じられないです、本当に頑張ります、頑張ります、初心を忘れず頑張ります、これからも。25日のココ展が研究生として最後なんでね。そうですね、なので自己紹介で研究生っていうのは25日とあとパジャドラで最後かもしれないです。ね、7月29あのリンカの先端祭の時で最後なので、信じられないどうしよう、もう1ヶ月もないっていうかもうすぐなので信じられないそれであのすごい嬉しかったのが、昇格発表があった後に、終わった後にあの K4 の皆さんがわざわざおめでとうって言いに来てくださって、本当に嬉しくて、あの K4 さんとかあと H のチームの方々とかアキさんとかもおめでとうって言いに来てくださって、すごい嬉しかったです、本当に。なので頑張ろうって思いました、頑張ります本当にあっという間で、はぁ頑張りますはい、そして終わってメロンジュースがあってお昼公演は終わりました。そう、もうお昼公演が終わった後はなんかもう呆然でしたどうしていいか分からなくてずっと立ってましたそうね、びっくりして、うん、でも頑張ります、頑張ります、頑張ります。はい、これで昼公演でした。そして夜公演は1曲目から葵さんのダンスブロックから始まって、葵さんのソロダンスから始まって、くどかせてくれの野蛮な求愛があって、そしてずっとねダンスメドレーな感じだったんですけど、あの何曲かというか全部 そのダンス曲のメドレーは全部葵さんが振り付けを組んでくださって、
結構その期間って本当に生写真撮影だったりいろいろイベントがあったりで結構忙しい、多分葵さんもすっごいお忙しかった期間だったと思うんですけど、空き時間にずっとダンスを練習されてなさった ダンスの練習をされてて、生写真の空き時間とかにずっとダンスを考えてたりしてる姿を見ていたので本当にすごいし本当に尊敬以上っていうくらい本当にすごいなと思いました。本当に結構振り付けたくさんの衣装振り付けされてらして、野蛮な求愛、エスケープ、マストビーナウ、空き缶パンク、無謀の夢を覚めることがない5曲も振り付けされてらして、しかも構成とか立ち位置を振り付けてらっしゃったり、本当にすごいなと思って、だからこそなんか大切にちゃんとしっかり踊りたいなと思ってたくさん練習しました。なので期間パンクに選んでいただけたのもすごい嬉しいですし、ね、葵さんと一緒に踊れたのも嬉しいですし、期間パンクに選んで くださったのも嬉しくてね、嬉しかった。結構バチバチにダンス曲っていうのをあんまり踊ったことがないので、3引く2とか1とかそれ以上に葵さんが振り付けしてくださった曲を踊るっていうのが初めてだったのですごい光栄で嬉しかったです、ね、そしてメイクノイズを踊って踊りまして、そこから HK4 研究生の順番で葵さんと一緒に踊るっていうかパフォーマンスするのがあって、私たち研究生は好き好き好きをパフォーマンスしました。好きと言ったら好きだと答えて、もっとあなたを好きになるから、照れてたってっていう、やっと二人は葵さんを囲んで踊れたのがすごい嬉しかったです。ちゃんとくっつきたいのよ、あきれる。そういえば葵さんが髪がロングになってたじゃないですか、あれめっちゃ可愛すぎてずっと見ちゃってました。リハの時も可愛すぎてずっと見とれてました。本番ですら本番リハの時ですら可愛いのに本番なんかもう見とれるっていうレベルじゃないくらい可愛くて、ドレス姿ももちろん可愛すぎて本当に本物のシンデレラっていうかプリンセスだっていうくらい可愛くてね、本当に可愛すぎて衣装もどの衣装も似合ってらっしゃって可愛かった。そして卒業生の方々がゲストでいらっしゃって、卒業生ブロックがあってね、もうその時も袖で見ながら勝手にうるうるしてました。一期生さんとの絡みを見れる機会が今回はたくさんあったので、いっぱい曲があったのでずっと見ながらわーすごいなーって思って見てましたね、なんかずっともともと HKT48 が好きだったのでもうなんか信じられなかったです。なんか今日同じ言葉ばっかり使っちゃう、どうしよう。もう本当にずっと見てた、テレビの前とかでずっと見てた方々がずらっと並んでらっしゃって、なんかすごかったです。もうオーラがすごくてびっくりしました、ね、MC もすごくて全然なんか誰もなんか考えすぎてない MC で、多分もう自然にお互いがなんかすごい信頼関係が多分すごいからなんかスムーズに MC が進んでて、もうずっと喋れるんじゃないかなっていうくらい MC が進んでて本当にすごかったです。ね、よかった。そしてなんと最後は
葵さんがドレスでね、あなたがいてくれたから歌って、もうなんかその時もう感動しすぎて、すごい舞台下ね、でみんなが座って葵さんを見てたんですけど、もうみんなうるうるしてて、葵さんがすっごい綺麗で、歌声もすごい美しくて、ね、スピーチとか奇跡 VTR とかもすごい素敵で感動もので、ね、本当に感動しました。葵さんの一人でのステージはすごい輝いてて、ね、素敵でした。でもう最後の曲は飛行機雲だったんですけど、その曲で終わるのかと思いきや、まさかのダブルアンコールで野蛮な求愛を踊るっていう葵さんが、すごい本当に終わり方が葵さんらしいというか、なんか稀に見ない、あまり見ない、なんか卒業される方が卒業コンサートでダンス曲で終わるっていうのがあんまり見たことがなかったんで、すごいなんか葵さんらしくてすごいな、素敵だなって思いましたね。本当に素敵だった。あと葵さんのセリフの口説かせてくれもかっこいいけど可愛くて、もう素敵すぎましたキャーって言っちゃってました。ちょっと1曲目の時から舞台袖で恨んで、グッチと一緒に、あ、違う、グッチも野蛮に1曲目は出てたので、キャーって言いながら、本当に素敵すぎましたね、本当に、ね、この一日で、昨日の一日ですごいいろんなことがあって、なんか本当に昨日だったのかなっていうくらい、なんか濃密でね、いろんなことがあったライブだったので、コンサートだったのでね、なんかすごい素敵なというか、なんかすごい心に、多分昨日のことは一生忘れないだろうなって思いましたうん、一生忘れないです、昨日のことは。でもしばらく多分余韻から抜け出せないくらいだもうずっと口ずさんでます、曲をね、楽しかった。キャパシティこれからはまた夏フェスだったりサマステだったり、あと秋のねライブだったり、キーフォーさんに昇格してからのココテンだったり、いろいろあるので気を抜かず、また気を引き締めて頑張ります。もう来週は大阪で行われる、来週じゃない、今週だ今週は大阪のねフェスにも出演させていただくので頑張ります。ちなみに大阪のフェスのセットリストを見た時の表情は、ちょっと表情やってみますね。あ、資料遅れてきた、見ますですですなんか夏らしい、いつ夏らしいけど、わ、なんかこういうのはありなんだなっていうのをすごい感じさせるようなセットリストです。なんかこの前のスパークのフェスで夢のルートだったり、初めてパフォーマンスする楽曲もあって、あ、この曲もフェスでできるんだっていうのを、うほだったり、意外な曲線だったりしたので、本当に
どんな曲でも盛り上がるのって本当にすごいなって思いました。なんか本当に曲ってたくさんあるじゃないですか。なので選ぶのも絶対難しくて、選ぶのも難しいのに歌う順番とかも決めるのももっと難しいじゃないですか。でもそれをフェスごとに決めてるのって本当にすごいなと思って、ね、びっくりするくらいすごすぎて、今回の大阪もって感じですそう、そうだ、ティフは生野ちゃんとゆいなも初めてフェスに出るので楽しみです。一緒に頑張りますね、6期生がいっぱいで嬉しいです。たくさんねいて頑張りますでもそうだ、思い出した、スパークでウホをやったんですよ。ウホをやった時に争奪戦のじゃんけんをして、で私が勝ってゴリラになったんですけどどうでしたか？すっごい緊張して、フェス？スパークのセトリの中で初めてする楽曲もあるって言ったんですけど、その中でも一番ウッホーが緊張しましたもうウッホーのイントロ流れた瞬間、なんか頭の回転が異常に速くなって、やばい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 で冷静じゃなくなっちゃって、ちなみにリハーサルの時恥ずかしくて、ゴリラするのが恥ずかしくて、めちゃめちゃちっちゃいゴリラだったんですよ。見返したらだからそれも中途半端で恥ずかしくて、なのでもうフェスでは恥を捨ててゴリラしました。もうもうすごい振り切りましたもうずっとドキドキしてましたね、うん、なんか後から聞いたんですけど、ななけちゃんが聞いたんですけど、ウッホの時客席の方々もなんかゴリラしてくださってたみたいで、それも見たかったと思って悔しかったので、またいつかウッホする時はちょっと皆さんゴリラになってください見逃しちゃって悔しいですね、して夢へのルート、初めてね夢へのルートしたんですけど、アキさんがセンターで、そのフロント、アキさんの横に横にななかちゃんとシーメで入らせていただけて、ありがたいことにそのポジションいただけて、すごい素敵な歌詞で、なんか今の自分にすごい刺さって、高い山を登るルートそれっていう、なんかすごい心に響くメッセージだなと思って、歌いながらパフォーマンスしながら勝手に泣きそうになっちゃいましたうん、しかもポンポンもあってね、はあ、緊張しました。でもうん、夢のルートすごい素敵な歌詞で、素敵な振り付けでパフォーマンスできてすごい嬉しかったです。そう、感想の時にななかちゃんと私でソロダンスをしてしようっていうことになって、ソロダンスをしたんですけど、どうでしたか？そう、なんか夢へのルートってなんかすごい私にとっては、私が解釈したのはなんか新人っぽさがあるっていうか、なんかまだまだこれから頑張っていきたいなって思う時に聞きたい曲だなと思ったので、その歌詞を組んで、歌詞の意味を汲み取って、もっと跳ねていこうっていう思えるようなソロダンスにしたくて、最初からジャンプして最後はキックで終わるっていうのを決めて振りを考えました。
スタートの地点は横に並んでいた同じ世代の同じ夢持つ仲間だった。そばに誰も仲間がいない。そう、今までコンサートとかでやるソロダンスとかあんまりなかったんですけど、でもなんかこうやって振り付けしたの、自分で振り付けしたのって、あの恋愛禁止条例の時のバックダンサーの時のソロ振りだったのですごい考えました。あの当日まであの振りの候補、この振りは入れたいなっていうのは、さっきも言ったみたいにジャンプとキックで終わるのは決めたくて、なのでそれは決めて、残りの中身をいろいろいくつか4個ぐらいパターンを考えて、で本番当日にビッビッってきたのを踊ろうって思って、で本番で踊ったのが、無意識じゃないけど多分あれが自分的にビビッときて、あれ、あの振りを踊りましたそうなんですよ。なんか新しいことに挑戦するとなんか成長できたように感じてすごいね、嬉しかったです。達成感があって嬉しかったですそう、しかも会場の盛り上がりが本当にすごくて、きっと皆さん熱かったと思うのに、あんだけ振り切ってたくさんコールとかペンライトもお茶とかも振ってくださって、すっごい嬉しかったし、皆さんのおかげですっごい頑張りました。ありがとうございます。絶対に熱かったのにね、嬉しいですそしてそうだ、スパークの前日にあの水泳のイベントが、世界水泳のイベントがあって、じゃあその話をしようね、水泳世界水泳、あの私もともと水泳をどんぐらい習ってたっけ、小学1年生ぐらいから3年生ぐらいも習ってたので3年間ぐらい習ってたんですけど、なので世界水泳に出演できるって聞いた時すっごい嬉しくてすっごい嬉しくて、なのでね、本当にありがたかったです。選んでいただけて嬉しかった。はい、世界水泳1曲目からメロンジュースで、2曲目は君のことが好きやけんで、3曲目が初恋バタフライでさよならクロール B さん早送りなんですけど、待って今気づいちゃった、これ多分この前のショールームで話したかもしれない話したかも。でも水泳の瀬戸りもねすごい素敵で、あの本当にどの瀬戸りもなんかすごい、考えた人すごいってなる瀬戸りなのでね、すごいですよね、本当に考えてくださる方って本当にすごい。何泳ぎが得意なんですか。何泳ぎ、でもシンプルにクロールは得意ですシンプルにクロールは得意で、ちょっと苦手なのは平泳ぎですうん、あとの背泳ぎとあとバタフライは、泳げるし苦手ではないっていう感じですそう、クロールが何気に一番得意ですね、そうなんですよ。そういえば思い出した、ちょっとさっきのスパークのね話に一瞬だけ戻らせてください。あのゴリラのじゃんけんをするときに私その夢を見てその2日
日前ぐらい、リハの2日前ぐらいになんか全く同じ光景なのを夢で見た気がして、なんかすごいデジャブを感じてその時も勝っちゃったんですよ、夢の中で。なのでびっくりしましたなんか予知夢っていうのかな、なんか結構そういうことが稀にあってびっくりしましたっていう話でした。それだけですそう、水泳、背泳ぎで、私が通ってた水泳スクールはタイムテストみたいな、なんかがあったんですよ。何秒で25メートルとか50メートルとかを泳ぎつけるかっていうテストがあって、その時に背泳ぎが、私普通に背泳ぎは得意な分野に入ると思うんですけど、背泳ぎって距離感が慣れないとつかめなくて、壁にどうかして頭ゴーンってぶつかっちゃうんですね。それが怖くてそう背泳ぎはそれが一番怖かったです。タイムテストなので早く泳がなきゃいけないと思うと、こうやって距離感つかめなくてそのまま頭ぶつけちゃうっていうことがあったのでそういうのもありました。背泳ぎね、一番怖いです、自分の中で頭ぶつけちゃうんですよ、背泳ぎなので怖いですでも私の中でなんか天秤があって、頭ぶつけて タイムを速くするかっていう天秤の中の一つと、あと頭ぶつけないようにちょっと軽めに泳ぐかっていうグラグラがあって、私は頭ぶつけてタイムを上げるっていう方を選んだので、いつも頭ぶつけてましたそう、まっすぐ泳ぐコツを教えてください。まっすぐ泳ぐコツでも私はいつも泳ぐときにレーンがあるんですね。水泳泳ぐときにレーンがあるじゃないですか。あのレーンに2人とかで泳いでたので、2人こうやって泳いでたので、なんか多分無意識のうちにまっすぐ泳げてたのかもしれないです。なんか隣に人がいるから顎引いて泳ぐ、なるほど、そうなっちゃう、やってみましょう。でも最近全然泳いでないですしばらく泳いでないです。水泳、行ってない。なんかここにつける浮き輪をつけてました。ここにこういう四角のミニ浮き輪みたいなのをここにつけて泳ぐんですけど、それをつけてました。懐かしい、水泳ねということで水泳の話でした例えばコンサートの朝に、コンサートの朝にすっごい早起きだったんですよ。で私本当に腸がつくほど腸っていうくらい早起きが苦手で、お家で目覚ましかけても起きれないくらい苦手で、なのでもう遅れたら、寝坊しちゃったらもう終わりだったので、目覚ましを3台持ってきて頑張って起きましたあの起きる時間に保険をかけて、起きる10分前からアラームをかけたんですけど、その10分前のアラームには気づかず、ちゃんと起きる時間だったアラームで目が覚めたので、
保険かけてなかったら多分もう10分寝てたと思うので、保険かけててよかったって思いました。本当に結構2分おきで1時間ずっとアラームをセットしててなのでよかったってなりました。多分目覚まし1台だと起きれてなかったかもしれないと思って、よかったです。ね、一人で寝てたり、一人部屋だと目覚ましで起きれたりするんですけど、誰かと一緒に泊まる時とかは本当に起きれなくて、ヒーローと一緒に寝た時も、ななかちゃんと一緒に寝た時も起きれなくて、二人に起こしてもらってやっと起きたので、なので本当にいつか寝坊しちゃうんじゃないかって思っちゃうくらい早起きが苦手なので頑張ります。でも今のところ寝坊したことないので、ちょっとこれをキープしたいですそう多分無意識に頼っちゃってるんだと思います。多分この子がいるから大丈夫だって安心しきって寝ちゃうので。そうなんですよ、だから誰かと寝ると絶対に先に起きれた試しがないんです、実はね。コンサートの前の日に食べるのはありますか？コンサートの前の日は結構前に桃女、花さんとななかちゃんと一緒に出演させていただいた桃ちびハンマ女学院で、コンサートの前日とか大事な日の前の日は何にしますか、何を食べますかっていう質問が届いた時に、私餃子を食べるって言ったんですよ。大好きな餃子を食べてパワーを尽きるって言ったら、って言われちゃって、って思ったら、餃子って多分塩分とか結構カロリー高いからむくんじゃうよみたいな感じで、あ、確かにと思って、そっから大事な日の前の日はちゃんと塩分が少なめなものを食べるようにしました。なので前日の日は焼き芋とバナナを食べましたコンサートの前の日は焼き芋とバナナを食べて、その日はコンサートの前の日はスパークで、そこから帰ってきてリハーサルがあってだったので、リハーサルの日も空港行ったりなんちゃりでちょっとバタバタしすぎちゃってバナナしか食べてなくてそのスパークが終わった後にコンビニで次の日の朝ごはんを買ったんですけど、一本入りのコンビニで売ってるバナナの一本入りが売り切れてて3本入りを買ったんですよ。なので手持ちがバナナを持って帰りました。バナナ持って帰って朝ごはんバナナ、お昼ごはんもバナナ、夜ごはん焼き芋とバナナでしたそう、なのでそのおかげかわかんないんですけど、私朝すっごいむくむタイプなんですけど、あんまりむくんでなくて、あ、やっぱ塩分抜くとすごいなって思いましたちょっとゴリラだけにって言われちゃった、違いますよちょっとそうで、そうバタバタしてあんまり食べれてなかったので、その分今日は好きなものを食べました。やっとコンサートのためにちょっと好きな食べ物を控えてたので食べました。今日はアイス食べました。アイスとあとねハッピーターン食べましたアイスとハッピーターン食べて、あとはお肉、今日の夜ご飯がお肉を食べました。久しぶりにお肉を食べました。美味しかったですそう、幸せでしたさあもうご褒美なので、次に頑張るときは
あの日を今モチベに頑張ってて、ん待って、でもそう考えたらモチベに頑張りたい日がいっぱいあります。大阪のフェスも頑張りたいし、ココテンの K4 として初めてのココテンも頑張りたいし、かといって通常のパズドラ公演も頑張りたいし、25日のココテンも頑張りたいから全部頑張りたいのでちょっとこの期間は頑張りたいと思いますね、いっぱい頑張りたい日が多いので頑張りますでもちょっと無理をしないように食べます。食べるの大好きなので食べますね、おいでおいで寂しい人、あのなんだったっけ、すごい今更なんですけど、なんかウホウホホを改めてちゃんと聞いた時にすっごいなんかいい歌詞だなと思ってなんかフェスとかコンサートとか終わった後ってすっごい歌唱した曲にハマるんですけど、スパークの時は夢のルートとウホホにずっとハマって、帰る時の飛行機でずっとその2曲を聴いてました。聴いてたのに行きも帰りもすぐ寝ちゃってて、もう本当にコンソメスープ飲みたかったんですけど飲めませんでした逃しました。しかも帰りの飛行機は目が覚めたらおかわりはいかがですかみたいなのを言ってて、あー悔しいってなりました。もうちょっと早めに起きてたらコンソメスープいただけてたのに、もう目が覚めたらおかわりいかがですかと、あとゴミを回収しますみたいな感じだったので寝過ごしました。悔しい。でももう私いつもそうなんです。なんか起きた時にちょうどもう次の前の席の人、後ろの席の人にCA さんがジュースを回してたり、一歩遅れて起きちゃうのでそうなんですよでもちょっと自分からすいません、ちょっとさっき言い逃しちゃったんですけど、コンソメスープくださいとはちょっと言いにくいから言わなかったんですけどそうなので、また次行く機会があればその時は絶対にコンソメスープを飲みますねコンソメスープが飲みたいですっていうお話です飛行機、そうだ、羽田空港に帰る時に小田さんと菜中ちゃんと一緒に回ってたんですけど、空港内に北海道のものをたくさん取り扱ってるお店があって、そこに海鮮丼とかも売ってるらしいんですけど、その海鮮丼が11時からしか開いてなくて、確か帰る日は食べれなかったんですけど、北海道の食べ物がずらーっと並んでて、そどら焼きとかチーズとかラーメンとかたくさんあって、海鮮丼もね美味しそうで食べたかったんですけど、そうだからそこを3人で北海道のお店に行ってどら焼きとか北海道のお菓子を買って帰りましたそう北海道の師匠あれだ、リチャキが MC で言ってたやつだ面白い本当に。なんかリチャキ今まで丸いもののモノマネしかやってなかったじゃないですか。でもなんか最近なんか丸いものじゃなくてもやってるよっていうのを言ってて、ちょっと見てみたかったので、ようついに昨日見ることができて嬉しかったです。念願のリチャキの丸くないモノマネ、ししゃも
でも後から言ってたんですけど、シシャモって中に卵があるじゃないですか。だから一応丸いものなんだよって言ってました面白い。本当に一席の中ではシシャモは丸いもの判定でした。確かに卵あるから面白い、すごい。だってひろなさんも一緒にシシャモってしてて、すごいコラボでしたねすごい。で、あのコンサートが終わった後って汗かいちゃうから顔赤くなっちゃうじゃないですか。で、そしたらリチャキがなんか、あ、リンゴになったみたいな言ってて面白かったです。かわいい本当にすごい才能を持ってますよね、リチャキは。本当に面白すぎるね、本当にすごい。こうしたらリンゴになるんですよリチャキの作ったリンゴね。いやー、いろいろありました、この1週間というか、この最近はいろんなイベントに出させていただけたり、コンサートもあって、すごいね、たくさん頑張れて嬉しかったし、皆さんともね、たくさんお会いする機会があって嬉しかったです。ありがとうございましたじゃあちょっとそろそろね、終わろうかなって思います。ありがとうございました、皆さん、たくさんお話を聞いてくださって、そして昇格おめでとうのコメントもたくさんありがとうございます。嬉しかったです。ちょっと気を引き締めて頑張ります。なのでぜひあのサマステだったり、あとココテンだったり、いろいろ来てくださると嬉しいです。頑張ります。新しい場所でゆっくり頑張ります。ということで、ちょっとランキングを読みたいと思います。はい、13位ハチさん、ありがとうございます。12位ミッチーさん、ありがとうございます。11位村吉さん、ありがとうございます。10位バクトラさん、ありがとうございます。9位福岡のりょんぴさん、ありがとうございます。は8位しんすけさん、ありがとうございます。7位もっちゃんさん、ありがとうございます。6位つよし12秒さん、ありがとうございます。5位のぶりんさん、ありがとうございます。4位 MJ ジュンヤさん、ありがとうございます。3位ザワシアさん、ありがとうございます。3位ユースキーさん、ありがとうございます。2位1位はユズピさん、ありがとうございます。キメのハート、ありがとうございました。皆さん楽しかったです、すごくたくさんありがとうございました。コメントもおめでとうも全部全部もっと頑張る活力になりました。ありがとうございました。じゃあゆっくり休んで、ゆっくりたくさん寝てくださいね。明日も一緒に頑張りましょう。じゃあおやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。